今日の玉木。今日は珍しく平穏な底に一匹の猫がいます。ふみの玉木。年齢不詳の玉ちゃんはもともと野良猫でしたが、なんやかんやって今ではこうして二次三次の事務所に居ついています。自由なタマちゃんはいつ何を始めるか誰にも分かりません。それがタマちゃんのいいところであり、困ったところでもあり。おっと、今日もタマちゃんが何か仕掛けそうです。あらあら、女の子が泣いてしまいました。タマちゃん大丈夫でしょうか。タマちゃん、どんな時もマイペースなタマちゃんなのでした。どこさんじ